皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。これちょっと引きの映像いきます？はい。ドン。はい。そこからさらに全体の引きいきます？ドン。誰もいない。きゃー。来た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 。一人。早く早く早く。早く早く。すいません、ほんとすいません。みんな何分前だと思ってるんだ。汗めっちゃかいてる。やばい。もう8分前ですよ。あ、来た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 。遅い遅い遅い。遅い。やっとみんなが揃いました。番組をご覧の皆さん、これ演出だと思うでしょ？マジやねん。マジです。さあ皆さん、急いで準備してください。急いで準備してください。村井さん、今日赤い T シャツじゃないですね。急いで急いで。生着替え。あ、その下に、その下に。あ、マックス村井だ。あー、よかった。変なおじさんじゃなかった。マックス村井ですね、やっぱり。あー、村井さん、今日どこやります？どこやる？今日ゼローグでいいですか？今日打ち合わせから映ってる。またゼローグやる？そうだね。何も決めてない。違うパーティーでゼローグやる。はい。まおちゃんどこやりますか？今日どこやる？ケリ姫の S ランク狙いってどうですか？あー、それ。ココロちゃんの端末で？いや、まお端末いいでしょ。私ですか？はい。OK です。何も考えてない。はい。小助さんどうしますか？ヤマトチャレンジの中からどれかかな？いや、それはわたつみでしょ。それはわたつみでしょ。わたつみいいよ。一番難しいと言われてる団体。生打ち合わせ。わたつみ行きましょう、じゃあ、それで。よろしいですか？和田君結構難しいと思いますが、大丈夫。お願いします。はい。じゃあ、以上で打ち合わせ完了ということで、皆さんよろしいでしょうか？はい。はい。じゃあ、打ち合わせ終わったんで、多分19時から始まると思います。はい。はい。じゃあ、一旦蓋。番組は19時から。間違えた。仕込み。間違えた。こんばんは。もう一回いきましょう。もう一回いきましょう。せーの。皆さん、こんばんは。こんばんは。アップバンク頑張れマックス村井のパズドラ攻略、第86回だ。あれ、リアクションが薄いな。皆さん、本日もよろしくお願いします。マックス村井でございます。ドタバタしてしまいましたな。3人とも8分前は初めてかも。本当に皆様申し訳ないでした。すごいギリギリの到着だった。ちょっとね、ちょっとギリギリ。まだマイクつけてないんでしょ、あなた。マイクがちょっと良くない位置が。ちょっと調整します。はい、頑張ってください。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？OK です。はい、OK です。では、メンバーの自己紹介まいります。どうぞ。はい。こんばんは。週末デビルラッシュ。初めて濃厚しました。おお、すげえ。カーリーを2枚目ゲットした時から絶対にクリアしたいと思っていて、やっとできました。これからも腕を上げていけるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。スプリングマオです。そしてどうぞ。はい。実は先週ベストスコアが出ました。ゴルフの話？ゴルフの話。じゃん。なんと78が。おお、すごい。初めて70台が出ました。70台がどこに向かっているかがよくわからないと言われますが、78ってどれぐらい？8オーバー。あ、6オーバー。6オーバーってどれぐらい？セミプロ。どう言ったらいいんだろう。てか、アンダーパープレイできたらもうプロっすよね。アンダーはプロ、はい、でもレディースティーなんでまだまだ全然なんですけど、ハーフはパワープレイで回れたので、また頑張りたいと思います。よかったです。頑張ってください。村井さん、今のは、パズドラでいうとテクニカルの方の、無限回路をクリアできるようになったぐらいすごいことです。それは心さんが。そうです。おお、それはすごいわ。それはすごいわ。すごい。8年かけてようやく。8年？はい。ゴルフもう8年、8年やってるの？はい。すごいね。なんでこの今日はこのバッグを存分に紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お疲れ。はい、どうも皆さん、こんばんは。こっち、合ってるよ。はい、暑いですね、最近ね。ジメジメしてね。今日はちょっと寒めですが、ね、はい、今日も一日頑張りたいと思います。皆さん、お付き合いよろしくお願いします。はい、お願いします。このカメラ色味が微妙に赤い、青いかもしれないですね。ね、青白い。今日ね、青いですね。ですね。まあいいや、お調べください。ダダン。
コステ出すぎでしょこれ。コステ何回出た。はい、今週のお品書きこちらでございます。マーワンで僕らの女子部屋ケリ姫コラボ、こちら S ランクを狙っている。そうですね、はい、 S ランク。はい、で続きまして視聴者投稿コーナー、マックス村井のパズバト道場、グッズ紹介のコーナーと続きましてコスケの DM 攻略は山戸チャレンジ。はい、どちらを。え、和田積みやればいいんですよね。やってほしい、和田積みみたい。和田積みやりますよ。お願いします。で、私が3度目、いや違う、6度目ぐらい結構すごい、そんなに。ガーフェスの時にすごい3回ぐらい失態をさらして、あのこのスタジオのまさにこの席であの一コンでクリアしたという、あのゼログインフィニティとの再会。大変なやつでしたね。はい、頑張りたいと思います。クリアできるのですかね。大変だと思いますけども。大変でしょうね、大変でしょうね。はい、では女子部屋から参りましょう。どうぞ席替え。はい、どうしましょう席替え。え、なんかココロちゃんの端末でいいんじゃない。え、マオちゃんだよ。私思う。まあその S が出せるんであればどちらでも僕は構いません。いや、ココロちゃんでやろうよ。はい、というわけでロードトゥープロテインまだ続いてます。あ、そうだ、はい、じゃん。あ、それ先週もらえなかったからあれ続きじゃないですか、はい、あ、今週もまた、先週ダメだったので今週も水にじゃん、チャレンジいや、てか今普通に私ここに来て水飲んでる思います。どこ飲んだよ。え、それはあなたがそうやって普通に飲むようでしょ、はい、今そこにあるのはプロテインのこれは特用のやつだから全然違うから。全然なんか、まあ、これで溶いたらダメってことね。もう全然ダメ、ね、そんな筋肉にならない。ダメです。筋肉になる。なるでしょそれ。水をゲットしたいと思います。はい、頑張ってください、はい、え、私でやる。ちょっと私パーティー編成から考えなきゃいけないんですけど、ですね、正直言って、ね、今日青白いね。ちょっとお待ちくださいね。ちょっと少々お待ちを。少々お待ちを。何パーティーで行きますかね、まおちゃん。うん、おい、カモン。はい、音出てますか画面。私まだパーティー決めてないんですよ。パーティー編成決めるとこから行きましょう。まおちゃんのボックスを画面で流すの久々じゃないですか。超久々、本当に久々。いっぱい強くなってるんじゃないですか。なんかね、ホルスでやればいいんじゃないかなと思うんですけど。いや、考えときなよって。すいません、私の入り時間が悪いんです。本当に申し訳ございません考えときなよのコメントの皆さん、わかる。そうなんですけど、ちょっとあまりにも入り時間がギリギリすぎました。え、誰を入れるべき、誰を入れるべき。せっかくなんでね、みんなの意見を。なんで今日遅れたん。いろいろあったんや、いろいろあったんや、いろいろあったんよ。コンボパはね、私ちょっとコンボパはね、いろいろほら番組後半のこと考えるとちょっとほらあれじゃない。みんなヤミピーにしか反応してないよ、マオちゃん。なになんで、ヤミピーしか反応してない。マオちゃん、ヤミピーがいっぱいいるって。うん、いや、今ね、どれに入れようかちょっと迷ってるんですよ。わからないんですよ今。結局私これこのまま決められなくなっちゃうよ。仮面っていう人もいっぱいいますよ。え、じゃあ全部仮面にする。サブ仮面を次込めって書いてある。分かった。じゃあ青い仮面、緑の仮面、光の仮面、闇の仮面、これでどう。仮面パ、仮面、こちらの仮面パーティーいかがですか。仮面パーティーこれ本当に勝てるの。それはやりすぎだろ。そうでしょ。誰にこれは負けるって。これはきつい。きついよね、きついよね。じゃあだから優しいの入れよ。1体、1体入れよ、真央ちゃん。そうだな。これは、これは OK。 じゃあこれでいきましょう。はい。え、これアウトな、ギリかな。うん、え、これまたさ、コンボ勝負って感じ。いや、コンボも頑張ろうよ。じゃあこちらでフレンド選択します。少々お待ちください。ホルスなら色だもんね。そう、4色4色、何色でもいいから4色。ハートは含まないね。あ、威嚇の方が良かった。いや、そんなことないはずだよな。威嚇じゃないな。はい、さあさあ、どうぞ。え、威嚇の方がいい。
味覚の方がいい。指不足。みんなそんな嘘。究極の究極バラはまずいってって。え？レア度大丈夫って。みんなそんな心配なの？とりあえず質問なんですけれど、エキドナじゃなくってナーガとかないですか？ある。あ、ない。ナーガはエキドナだな。ロココは？ロココもレア度高すぎ？いや、同じことかなと。指欲しいね。尊敬とか。ちなみに経営は何万点で S ランクですか？15じゃないですかね。15ですか。はい。いいの？ダメ？指が欲しい？15万。バルの意味ない気がする。まあそうだよね。まずは言ったけど、今回も失敗したら来週も水です。やだよ。じゃあちょっと駅ドナだけ探してきていい？駅ドナ探しに行こう。いやー、駅ドナレベル1の駅ドナ。なんかいいね、このダマドラ。こういう時のために、全然進化していないナーガのスキルまであったりだとか、それから場合によってはパイレーツのレベル30とか。いや、わかるんですけど、この間エキドナの、まあいいや、プラスをちょっとあれしたんですよ。はいはい、じゃあこれで決まりました。待って待って、フレンド選択します。ごめんなさい。はい、僕だってあれですよ、レア1のカーバンクルのレベル最大5色全部持ってますよ。え、結構すごくないですか。はい、じゃあこれでよし、決まり。エキドナ、水がなくない？水がない。すいません、マジごめんなさい。ほんとごめん。マジでほんとにごめんなさい。今日ちょっとね、いろいろね、いろいろ仕事もあったしね。ほんとごめんなさい。これで決まりました。これです。レベル1。そうなの。ちょっと痛いんだけど、痛いエキドナーがこれ。いや、割と平気で負けれますよ。オッケー、いく。もうだってこれしかないもん。だっていつもの感じで言ったらリョフソニーじゃつまんないでしょ。スリル、行ってみます。挑戦する、はい、スリル。スリルです。スリルが欲しい。スリルの挑戦。これどんぐらい強いのかよく吐く覚えてないよね、私。よーし、ハートがいっぱい。よし、ナイスコンボ、お願いします。あ、いいね。これってあれ短い？真央ちゃんもしかして。捜査延長はホルスが1個ずつ持ってるから2個。大丈夫だよ、ここ決められなくても。決められなくても大丈夫。うんうんうん、ちょっと無理そう。うん、とりあえず行きます。オッケー。ハート適当に消しとくといい。そうだね、ハート消しとくね。うん、じゃあハート消します。お願いします。はい、はい、ありがとうございます。さあどうしようかな。はい、こう。あ、ナイスコンボ、はい、お願いします。はい、ここは色がいっぱいある。うん、火の4個消しがいいってアドバイスしてくれたね。え、2アドバイスがもらえた。火の4個消し、ここで。あ、ここ、ここ、うん、倒すとき、ホルスの2ウェイがあるから。はい、決められるなら入れた方がいいよって。適当、青、
OK です。はい、ちょっと待ってね。コンボ数でね、最近 S 取れないこと多いからね。そうだよね、私今少なかったなって思った、うん、結構緊張するね。ちょっと好きな4個消しじゃなくて色でもいい？うん、いきます。コンボ数を多めに狙ったら、じゃあ今倒す、やられないからコンボ数を多めに狙うといい。いきます、うん、はい。あれ、4つ、4つだけだと、もう1個欲しかったね。おめんまーちゃん、まあ、倒せる、倒せる。さあさあさあ、これちなみにエキドのあと2ね。あー、本部いっぱい、本部いっぱいか。どういうパズルがいいんだろうな。どういうパズルが理想的なのかちょっと見えない。 1,2,3,4 あー、わかんない。操作時間が2つ。あー、コンボとか考えてると不安になってきてできなくなっちゃうやつや。そうなの、そうなんだよ ね。あ、手が動かなくなってる、ね、ここでね、それを気にしていると本当に緊張するんですよね。みんなすごいなって思う。なんか時間も思うじゃん。いきます。はい、ナイス。ナイスコンボ、まおちゃん、うん、OK。 あー、ゴフロアメ。あ、なんかこれ強そうだけど、兄さん待ってね、確実に色決めていこう。確実に色決める方、うん、了解。コンボ数も欲しいけど、ペンペン強いはずだから。了解、うん、待って、うんうん、待って。緑、紫、いいか、ここの黄色くすしたら紫崩れるんだ。火持つ、ああ火持つ、火持つんだけど、うん、紫、紫、黄色、青、赤、オッケー。はい、お願いします。余計なことしなくていいんだよね、色だけだよね。色いきます。ハートも消せるかな。ハートも消す。5コンボ、5コンボ目指してみて。待って、紫、ハート、黄色、色上がって、 OK、 いきます。はい、いや、リバーサイド、リバーサイド、あ、リバーサイド使えばっていうアドバイスが。え、リバーサイドいる？リバーサイド、あ、心さん、いきます。プロコルスは、はい、スキルを何か使うとその時、操作時間が高くなる、攻撃力が上がるんでしたっけ。あ、神と悪魔のエンハンスと操作時間延長が入ります。え、でも今色見えるよ。色見えるって、うん、お、じゃあ頑張ってください。頑張ります。紫、ハート、赤、青、赤、まあ、次リバーサイド使おうね。いきます。はい、いけた、いけた、あ、そっちから行った。あれ、大丈夫大丈夫大丈夫、ペッてしなくちゃいけなかったやつ。大丈夫大丈夫。あ、何持とうかな。使う、まおちゃん、リバーサイド、うん、リバーサイド、間違えてる、間違えてる。リバーサイフレーム、発動。リバーサイド結構洗脳されたね、一回洗脳される。リバーサルフレーム発動。心ちゃんが言い直してくれた、うん、はい、どうしよう、どうするのがいいのか全然わからない。発動したのに、で、私これやらかし系の空気感じてる。空気、空気やば、ちょっといろいろ遠い、ちょっとね、やらかし系の空気感じてる。いきます。はい、いや、いろいろ決めようとしすぎてやらかしそうだから不安。いきます。お、いい感じ。あれ、なんか全然決まってなくない。いや、全然構わない、大丈夫、あぶね。ナイスコンボ、ナイスコンボ。5色決めたかったな、せっかくリバーサルやってたから。
あ、このゼリー、ゼリー4色お願いします。はい、ちょっと待ってね、ちょっと待ってちょっと待って、1、6だろうとすると迷うんだよね。違う、1、1、青、紫、緑、赤、OK。 はい、青、紫、緑、赤だけいきます、はい、うん、うん、落ち込む、はい、落ち込むいただきました。ナイスナイス、少ないよね、でもね、コンボ数少ないと無理かな、この編成。ごめん、なおちゃん、またゼリー、ゼリー、あー、わお、わお、さあ、一体コンボ難しいな、難しいね。どっから声出た今、え、よくわからない、なんか変な声が出てた、ね、難しい、難しいね、うん、難しい。いや、まずは新しいことにチャレンジするの、悪いことじゃないし、悩んでる。何を言う、何なんですか、新しいことにチャレンジするってどういうことなんですか。その声色とかの話だと思います。あ、そういうことですね。新しいキャラ設定ですか。私の年齢について中条さんにちょっと考え直してほしいね。急に何ですか。考え直して、急に何の話ですか。いただきます。はい、はい、カードがいっぱい、落とし欲しかったな、落とし、落とし欲しかったな。あれ、これ色なくない、色ないし、やっちゃったんじゃない私。あ、威嚇使う？あ、いや、大丈夫、22だ、22、よかった。ハートだけでいい、むしろハートをいっぱい消してコンボをいっぱい稼いでほしいって感じ。あと、キー1コンボとか消して。あ、了解。水1、キー1、ハート全部みたいな。オッケー。うん、ハートと水だって。オッケー。水1、キー1、ハート全部みたいな。ってことは、ハート元、キー、あ、じゃあここ元。焦る、マジで。全部？全部じゃなくてもいいよ。水キー、うん、ハート2コンボぐらい。水キーハート、うん、つなげないハート、あ、いきます。うん、つなげないハート。余計なことしなくていいよね。 OK、うん、キーはどっちでも、うん、水キーハート2コンボ、はい、いきます。これで、あ、キーがいっぱい消えてる。嘘、嘘、ハートが、嘘、キーが、キーがいっぱい落ち込む、来い、待って、キーが来い、キー、キー、4つある、5つある、色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 ある、危ない、ギリギリや、ごめん、ごめん、危ない。リバーサルフレーム発動、よし、どうしようかな、どこ持つのがいいんだろう、わからん、一般コンボ難しいのかな。じゃあ、今コメントで一回深呼吸しようってきてますよ。はい、深呼吸、ヒッヒッフー、ちょっと待って、ヒッヒッフー、変な掛け声やめてもらっていいですか。ヒッ、妊婦じゃないぞ、ヒ持ったらいいやん。そうだね、ヒだね、持つのはヒだと思う、それは分かってる、ありがとう皆さん、頑張ります。いや、でもコンボがいっぱいできそうにないんだよ私これ、うん、やってみます。はい、どうぞ。あ、違う、あ、落ち着いてる。1、2、3、4、5、大丈夫、大丈夫、あ、来た、落ち込む、ありがとうございます。これで、これで、やっつけた。ホルスの297のおかげかな。はい、お願いします。はい、お願いします。あ、これなんかちょっといい、ちょっと見やすくなったね、うん、お願いします。緑、紫、緑、紫、黄色、うん、赤持つべきだね。そうだね、赤持つべきだね。黄色、紫、うん、ガガさん、この後のガーガーさん、状態上向こう10ターンなんで、全然威嚇かましていただいて、劇団先輩、ここでいいんだ。はい、
ゆったり、ゆったりパズルどうぞ。全然あの難しいこと考えないでも余裕があります。え、エキドナ使うの？エキドナ使っちゃって使おう。え、でも3-3だよ。いや、全然使っていただいて。はい、あの出番来ないので今後エキドナプロお疲れっす。久々やったね。あ、ごめん、嘘ついたかも。いや、嘘ついた、嘘ついた。待てや、待てや、戻る戻る。あ、先生じゃないから初手で使えるんだ。初手で使えるのね。よかったよかった、みんなありがとうございます。初手で一旦目ってことだよね。皆さん、私嘘をつきました。ドヤ顔で嘘をつきました。申し訳ございません。一旦目だ、よかった。緑どうやって勝負やったの。うん、あと3、ゆっくりいっぱいコンボを稼いで倒しきろう。うん、赤持つのは分かるんだけど、これぞ公認と呼ばれております。下に黄色、紫、適当に緑だよ。ダメだな、適当ダメ。黄色、黄色、そう、やられたな。やられた。縦に緑にしよう。にエルがいっぱいあるんだけどね。エルいっぱいあるね。そうなの、まおちゃん。キー闇光、キー闇ハ、キー闇ヒみたいな。こうだな、こうだ。こう、こう来て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 。キー闇光、キー闇ハートみたいな。こう行けばいいか。オッケー、行きます。はい、はい、お願いします。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。いいよ。1、2。いいよ。この盤面結構楽しそうだね。行きます。見てるとわかるんですけどね。え、違う。ここ緑。待って。心ちゃんが。こう来たら緑。こう来るはず。行きます。オッケー。行きます。はい。あ、間違えた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 。あと3だよ。じゃあでもこうなんしたらあれ、なんかコンボのなんとかで断面になっちゃう。大丈夫、あと3だよ。頑張ろう。これあれじゃないか、あのフォルスのスキル使ったらいいんじゃないですか。ここで、はい、あの左の真打ちが意外と水属性の上に体力があるんで。じゃあリバーサルフレーム、はい、発動。これ左のキャラクターの正しい名前なんですかね。僕今適当にセイウチって言っちゃったんですけど。割とセイウチじゃないでしょうか。結構セイウチさんで。セイウチさんじゃないですか。セイウチさんです。セイウチさんですよね。よっしゃ。はい、セイウチさんです。当たった。合ってるんだ。ちなみにコメントであのアザラシって書いた方残念でした。いや、アザラシはアザラシで別がいるんですよ。進化前かな。アザラシ君ってのがいるんですよ。床に寝そべってる子が。はい。アザラシって進化するとセイウチになるの。え、そう、別キャラでしょ。アザラシくんもある。あ、アザラシくんが進化するとセイウチくん、セイウチくん、セイウチさん、いきます。どうぞ、はい、こう、四つ消し。ナイス、最高。うまい、まおちゃん。コンボ数がちょっと繋がっちゃった。おー、少し突破。はい、少し。ここで情報を補足させていただきます。はい、アザラシ君が進化するとセイウチさんになります。あ、アザラシかセイウチ。これは間違いないです。公認情報です。公認情報間違いないです。威嚇、はい、ここに来た。ここでいい。ここでどうぞ。威嚇発動。オッケーです。お願いします。マオさんどうしたんですか今日。焦ってる、焦り人生においての焦り。人生っていうか何だろうね、今日ね、うん、テンションが高い、異常に楽しんでる。うん、緑揃えて、紫、緑揃えて、そうか、紫ここに持ってきたいの。ここに緑を置いて、うん、紫、そう、あ、違う、緑をここに置いて、じゃあ、あ、何？5色あんの？
うん、わっ、心ちゃんが5色狙いに行く。待って、緑をここにやるためにはこう、こうして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 、違う、あ、わかった、こう、あ、違う、こうして、こう行きたいんだ、まおちゃん、どうしたらいい？どういうこと？あ、最後でしょ？そう、あの、こう緑を落として、うん、こう紫をここに並べたいの。わかる。難しいかな、それ。難しい。やっぱり。私も無視するね。こうしたくて、まずこう光を揃えていくと、うん、青青青ってこうね、なるから、ね、光揃えて、うん、紫やって揃えて、ハートも揃えて、光揃えて、紫やって、うん、ハート揃えて紫のところから突っ込んでいくと4色決まってる。4色5コンボ決まってる。光、ハート、いや、緑やめて、うん、光、紫、ね、青、赤、ハートも入れる、はい、光、いや、みんな組みながら考えるっていうコメントもね、あると思うんですけど、ちょっと普段の操作延長の速度に慣れてるから、そうなかなかね、やっぱりゆっくりした方がいいんだよね。光、紫、ハート、どっちもできるといいですよね、軌道修正できるんだから。あ、ね、待って、何、光、もっといいの見つけちゃったの。これさ、紫、ハート、こういったら全部いくくない？全部いくくない？あ、違う、光でしょ、紫、ハートで、こういったら青も揃ってる、もしかして。あー、なるほどね。落ちて青ってくる、こう来て、こう下がったら、あ、うん、あ、だからハート、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 青ってことなんね。うん、紫、紫、紫、青、うん、そうそうそう。で、こういって赤揃えたら終わる。あ、いっとけ、いきます。はぁ、すみません、いつも遅くて。いきます。で、上から入んなきゃダメだよ。あ、そう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 、落ちてこい。落ちてきた、え、今落ちてきた、なんだこの奇跡は。落ちてきた、あれ、すごい落ち込ん、全然、もうやっつけたつもりだった大丈夫ダメだ、最後、落ちてきた、すごかったね。リバートルフレーム発動。あ、まおちゃんやっつけて、最後すごかったね、昨日落ち込んきたの、ちょっと感動した。じゃあ5色したいんですけどね、どうしようかな。5色これできるんでしょうか。まおちゃんかっこいいので終わろう。5色できるんでしょうか。私はまおちゃんができる、できる気がしません。てかめっちゃ遠いね、紫が。そう、じゃあハート入れた5色はどこ持つのが一番いいんだろうな、わかんないな、うん、それにこれ結構コンボ大丈夫なのかな。ね、ごめん、私が3コンボとかなんかそういうのやってるから、うん、それになんか私今4色も決めれないんじゃないかっていう恐怖心がすごい来てる。大丈夫、大丈夫かな、まおちゃん大丈夫、本当に、うん、心ちゃん、あと4ターンあるよ。不満でいっぱいだよ、不満じゃない、不安でいっぱいだよ不満でいっぱい。リバーサル使っちゃったからさ、うん、やっぱり決め切りたいっていう気持ちあるじゃない。決めよう、うん、決めよう、そうだね、決めたいな、どうしよう、いきます。あー、不安だな。突っ込みたいけど地雷臭してちょっと突っ込めないですよね、なんか不安だな不安だな、不安だ、コスケさん不安だよはい、くんくんなくんなみたいな、くんなくんなみたいになってる、なってる、いきます。お、紫もいってる、こう、おー、ナイス、うまい、落ちてる、落ちてる、しかもよっしゃー、ナイス、ハサミやっつけろ、クリアー、おー、OK、 あとはコンボだけだ。どうなんですか、 S は取れてるんですか。先週これぐらいの感じから S 出なかったからね。出なかった、じゃあ見てみましょう、結果見ましょう。即席パーティーからのどうなんだこれ。ちなみにまだ取ってないですよね。いや、取ってる、取ってる、前の時に取ってる、わかりました、取り手の中で取ったんじゃないかな。
はい、じゃあまだここではわからないですね。右上の、スコア画面を押さないとわかりません。あ、ね、さあまず右上スコア画面、ここからです。出て、さあ行きましょう。え、水。おー、おい、よかったよかった。よかったです。水を持ち込まなくて済みましたね。はい、やったー。ということで女子部は今日は水を獲得したということで。水ゲットー。おめでとう。水ゲット。はい、来週はこれでプロテインの旅。はい、来週でなんとか最終回に持ち込みましょう。はい。はい。え、あと2回あるの？いやいや、あの次が最後のアイテムです。ということで、来週もお楽しみにください。ください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では、続きまして視聴者投稿コーナーいきましょう。はい、席替えで今準備します。しばらくお待ちください。今日のイラストのテーマを発表します。今日のイラストはモンスターの花火大会です。で、投稿がパズル力を上げるためにしている自分なりの努力は何ですか、とのことです。これで、はい、パズルの花火大会だから、なんかいいイラストがいっぱい出そうな、うん、はい、はい、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね、うん、ちょっと待ってくださいね。はい、いきます。はい、イラストからお願いします。じゃん。はい、ペンネームマゲさん、花火のパズルをしているホルスです、ね、ということで、ね、すごい、はい、アイディアがホルスかわいいね。あの花火のパズルということで、はい、本当にパズル可愛いですね。ジグソーパズルで表現してくれた、はい、ホルス、パズドラだからね、はい、パズドラ、パズル&ドラゴンズだからね。そうなんですよ、天才かと思った。はい、次いきます。はい、で次こちらお願いします。これなんかしっとりでいいですよ、うん、じゃん。これ何かわかるかな、あれだ、村井さんわかるかな、あれでしょ、あの切り絵でしょ。え、いや、モンスターの名前、影みたいな、なんだ、あれでしょ、で、ね、モンスター、あれ新しいフェスゲームの椿とかスミレとか、正解、あれでしょ、椿。ペンネーム煙さん、皆さんこんばんは、初投稿です。こんばんは。最新のフェス弦の椿を切り絵で描かせていただきました。すごいね、切り絵だって。花火大会とは趣旨が少し違うかもしれませんが、私のボックスにも早く来てくれることを祈って投稿させていただきます。これからもお体に気をつけて頑張ってください。はい、全然趣旨が違くても大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう最後いきます。じゃん、かわいい。これもまたあの裏の野郎が気になりますな。そうですね、それは誰や。ゴエモン臭いですね。ゴエモンか、あ、ゴエモンな、あ、かっこいい。ペンネーム浅井誠一さん、初投稿です。筆ペンのお題あたりから、チャレンジはしていたのですが、今回初めて間に合いましたので投稿しました。今回はパズル&花火大会ということだったので、私の嫁と打ち上げ花火をバックに線香花火に興じてみました。パズドラ界のミスター大花火こと五右衛門先生も思いつきで追加、キャラクターよりも花火を描くのが大変でした、と。うん、これ一瞬誰やねんと思ったけど、髪飾りで完全にバルキリーだ、ね、うん、そうですね、かわいい。バルキリーローズですね、はい、はい、火のバルキリーってこと。あ、バルキリーローズって、ローズは 闇さんですね。闇バル、はい、闇バルです。はい、以上ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では次投稿コーナーに参りたいなと思うんですけど、投稿がですね、なんかツイートしたあたりからですね、先週山のようにこう来てですねもう選定無理だなと、これはということで、パパパパって読んでみますか。頑張って、いや、いい練習方法がいっぱいあって、あ、ね、みんなの、はい、なんかどれがこう、なんというか、はい、いいのか、ちょっとまあいくつか、読ませていただきたいなと思うんですが、はい、はい、ペンネームゆうゆうさん、皆さんこんにちは。はい、いつも楽しく見てます。早速自分のパズル練習方法ですが、とにかく動画を見てということですね。無限回路などで実践すること、まあバステトとか、まあそういう例えば
いろんな動画が今世の中には点在してると思うんですが、まあ、そのプレイ動画を見て、ああこういう風に組んでるんだなという風に、そのモンスターごとにですね、アヌビスだったらこんな感じ、多色だったらとか、まあ、いろいろ編成組み方って違うじゃないですか、まあ、それに適した、ものを、動画見ながら練習してるということですね。本当にいっぱい来てますね。そういっぱい来てるんですよ、これ見てくださいよ。いやもうすごいですね、びっくりしたわ、パッと見ただけで、はあ、何つこれ見て、このこれ絶対読めないよ、絶対読め、あえて挑戦します最後に。いや大丈夫です大丈夫です、あの心さんの発声練習、すごい、あの漢字がまずすごいすんごい、でもめっちゃ来てる、30以上来てるんじゃないですか、もっと来てるのかな、うん、もっと来てますよ、はい、はい、次いきます、どれいきます、ちょっと待ってね、ちょっと恥ずかしいのがいっぱいあるからね、あ、これいいですね。いやいやいや、いけるいけるいける。ペンネームモスさんです。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。私はパズル力が全然ない時に、これをコンスタントに盤面 6-7 コンボを組めるようになりました。その練習法は、自称シャトルラン型パズルトレーニング。いや、かっこいい名前が、ネーミングつけちゃうあたりがもう、いいよ。いいね。いいよ、その名の通り、パズルトレーニングは、だんだん時間を短くするものなのです。どうするかというと、手持ちのモンスターの中で覚醒スキルに過去操作延長時間を持つモンスターを選んで、うん、できるだけ最長時間 の操作延長パーティーを作る、はいはいはい、まずね、はい、ちなみにも言いますか、ちなみに私は最初は 10.5 秒から始めました、長っ、すげえ、はい、でパーティーが完成したら、はい、無限回路で練習、盤面7コンボ以上楽に組めるようになったら次のステップで、作ったパーティーにより 0.5 秒かっこ指を持つ操作延長の時間の短いパーティーを作り直す、要は操作時間延長を1つ減らす、うんうんうん、と同じように7コンボとやってたら7コンボ以上組めるように練習ということです。とにかくこれでどんどん徐々に減らしていって、まあ大体6秒、まあ、4秒ってこと、まあ、最終的に4秒4秒になるまで続ける、俺4秒7コンボはちょっといい時じゃないと組めないな、これをね1ヶ月やったそうです。おお、1ヶ月もやった、かなり、はい、これはシャトルランに似ていてかなり練習が必要ですが、続けてやっていけば 100% パズル力が上がりますのことです。はい、ということで以上投稿コーナーに、いやもう一個じゃ行っちゃいます、もう一個ぐらい読みます、いっぱい来てるんでね、であとまあそうですね、でもまああとパズラ W をやったりとかですね、あの W ってちなみにあの上の方に行っていくと、あのもうマジでクリアできません、いや本当に本当にいやマジでパズル力だけどうにかなんだろうとか思ってたら、いや全然ならない本当に、上の方に行けば行くほど難しいんで、まあ、W も非常にいい練習になるのかな、ただまあちょっと若干違うんですよね W とパズドラって、うん、だから無限回路とか動画見てっていうの結構ありますね、うんうん、みんなはちなみにどうやってあげましたか、船井さん、パズル力向上、私は最初意識して練習したのはサタン降臨の時に、サタン降臨はハートなし回復なしのダンジョンなんで5色しかないから、あの時初めて5色組めるようにってラーを使いこなせるようにっていうのを頑張ったんですけど、テクニカルダンジョンの火なしのダンジョンに火のモンスターだけで突入してパズルをエンドレスで組んでた、もともと1色ないダンジョンがテクニカルダンジョンいくつかあるんで、だからあそこで攻撃せずに自動回復とかなんかその回復系のリーダーにして死なない状態で永遠とやってましたね。なるほどなるほど。村井さんはそういうパズル力の上げ方、はい、真央ちゃんは、いや私あの小助さんと撮影部屋に入ってひたすらやった時が一番もう変わりましたかね、パズルの見方自体は。でもやっぱスピードが上がらないんですよね、緊張しちゃってこういうところでやるとより遅くなっちゃうので、まだまだ修行が足りません。あとは私から言っとくと、落ち込んだ練習はできません。それはね、落ち込んだ練習は無理です、ね、落ち込んだ練習あるんですか、ね、こことここで待つみたいな、まあ、はい、落としの練習はできるかもしれない、落としはね、落としと落ち込んで、ね、はい、小助さんはどうやってあげたんですか、息してたらちょい、何そんなわけない、なんか生きてたら上がったみたいな、生きてたら、生きてたら、まあ日々やることじゃないですか、何より、うん、はい、なんか、はい、あとはまあそんな感じだと思います、あとこういう組み方、僕別パズル力とかあんまよくわかんないんですけど、
自分がうまいかどうかとか、あの例えば自分、僕はなんかその完成形に向かって作ります。パズルはこの形だったらこういう最終形にはこういう形になるなっていうのに向かってただただ突き進むだけなんで、もうとにかくどっちかというと最短でいくっていうよりは移動速度を重視してるので、はい、なんか別にうまいとかなんかよくわかんないです僕は。はい、以上です。はい、はい、以上投稿コーナーになります。はい、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。では続きましてパズバト道場のコーナーに参りたいと思います。パズバトだ。さあパズバトでございます。本日の私に挑む2名はダダーどうぞ。ダダー2人、君と君、先攻後攻じゃんけんしましょう。おいで。最初はグーじゃんけんほい、勝った方から。君からだ。じゃあ待っててください。さあどうぞ。あ、選んでいいですよ、どっちがいいですか。後攻がいい。よし、一回戻れ。君だ、おいで。さあ立ちたまえ。はい、じゃあ元気に、こんにちは。こんにちは。ペンネーム教えてください。無類って言います。無類じゃなくて無類。無類って言います。無、もう一回。無類って言います。無類さん、どちらからいらっしゃいましたか。世田谷区から来ました。近いっすね。近っ。パズバトル駅はは1週間ちょっとです。まさか私に勝負を挑むためだけにパズバトを始めた人。いや全然。何がきっかけでパズバトを始められた。あれですね、大会で優勝したくて、賞金を手に入れたくて。1位が30万ぐらいだっけ、うん、総額でいうと1大会100万円でしたっけ。東京大会、大阪大会。なるほど。じゃあその大会に出場するにあたって、こういう生放送とかこうやって人がワイワイいるこのプレッシャーのかかるところで俺の腕を鍛えてやろうと。まあそんな感じですね。なるほど。ポップコーンは何ですか。ポップコーン好きです。ポップコーン大好きですか。はい、わかりました。じゃあそういう、無類さんと、本日1回戦戦いたいと思います。皆様よろしくお願いします。無類さん、じゃあ席につけ。さあ最近の無類さん結構勝率いいんですよね。上手くなってってますよね、どんどん。パズバトに対応できているので、はい、この勝負もどうなるかわかんないですね。なんかスキル発動するタイミングとか、何使うの。無類さん絶妙になってて、ね、すごいなと思います。さあ今日もセコンドからね、やいのやいの行っていきましょう。はい、試合の中で強くなっていくバックスみたいです。練習してないと思いますから。チャンピオンシップモードで参ります。はい、まあでも1週間前ですよね、室井さんが始められたのは。そうですね。逆に室井さん勝たなかったら辛いですね。確かにそれ言えてますね。室井さん何週間か前からやってますからね。はい、お互いのパーティーを確認したんですかね、今。無類さんから教えてもらってるのか。ちょっと私負けられない戦いみたいになってますよ。昨夜パを一昨日ぐらい前から使い始め、まさかパズドラはランク高かったりする。520ランカほうほうほう。よかろう、ぶっ潰してやる。ちょっ村井さん、お客様ですよ。先週ガイモンに負けた、あの大会、あのゲーセンの大会、高田の。村井さん、お客様ですよ。遠回りにディスってる話。いや、ディスじゃない。よしよしよし、じゃあ行こう。さあ来ましたよ、チャンピオンシップ4連勝中。おー、野良で4連勝はやるんですな。よし行こう。さあまずは挑戦者が1個リードって感じですかね。そうですね。ちょっと盤面に色なかったか。あ、もう1個もできたな。あー、なんだ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 、その火力は、なんだその火力は、異様に高くないか。さあマックス前ペースを奪われたまま取り返すことはできません。いや、まあ、ちょっと、そうですよね、それもいいです。どうだ、ナイスコンボ、ナイス落ち込む。いや、うまいですね、相手。相手、キーコンボですよ。あー、こう軽く。村井さん、さあ、これでいこう。やばいか、やばいか、やばいか。あれ、なんかやばくない。そんなんであなた306とかなの。なんで来る感じなの、あなた。誰かさんが弱い。ちょっとやばいよ、この人、ちょっと。
さあマックスぐらい、もうもはや青色の息勝ち目がありません。虫の息、なんでスキル使わないですかね、ね、プレイヤースキル使ってないですね。いやプレイヤースキルもそうですし、スタノーも溜まってるし、スタノーさあちょっとマックスは不甲斐ないですよこれ。一瞬でしたね。こんなはずじゃなかったのに。かわいいチカちゃんが代弁してくれてますよ。まだ止まってなかった。こんなはずじゃなかった。2回戦目いきましょう。しょうがない、本気出してやる。え、いや本気じゃなかったんですよね。前からの酒やっぱり。いや僕あの大人で1回負けた後次は本気出すっていう人初めて見ました。じゃあお互い使ったことないやつ、中学生前だと思ってましたよこの言い訳。お互い使ったことないやつにしましょうっていう発言がありましたよ。なんだこいつ、あれ今まで私に挑戦してきた中で一番強くない？え、そう、まあ、村井さんの負け方としては一番ボコボコかもしれないですね、負け方的に。なんだよあなた、ニコ生では禁止のあの YouTuber とかそういう類かい？そんなものではない。何なんだ、なんか楽しそうですね2人の会話が。高田の馬場ってもしかしてなんかパズバト王国とかだったりするの？よし、さっきやな、本気出そう。シナだ。本、いや手加減すんな、本気出せ。手加減すんな、本気出せ。手加減すんな。あ、盤面遠いんですね。よし。ほら。並んだ。ハートが邪魔だな。不要色を消してるんですね、村井さんね。すごい。おっと、15カンバー。あ、しかし1体しか落とせなかったですね。村井さん、ちゃんとプレイヤースキルを使ってください。スキルポイント40。スキル使うぞ、ここから行くぞ。使ってないじゃないですか。いや今のモンスターのスキル使いました。遅い。超遅い。まずい。さあダメージを食らってからダメージ無効を使いました。意味がありません。落ち込みはすごいんですけどね。いやあの違う、普通にこういう時、いやなんで違う、ランダム封じとかやればいいんですか？ターゲットとか。あー、火が決まってない。大丈夫です、ダメージ無効されてたんでちょうどいいんです。さあプレイヤースキルがガンガン飛んできますね。マックス前大丈夫でしょうか。うん、なプレイヤースキルは村井さん使っちゃいけないみたいな縛りがあるんですか、この戦いと。そういえばそんなことは全くないはずですよ。おらー、おダメージ無効と打って、いや打とうよ、打とうよ。遅いよ、遅い、遅いよ、遅いよ。分かってたんだよ、遅いって。さあマックス村井、鳥頭なので3歩歩いたら忘れてしまいます。ちょっとここギリ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 、ちゃんと使って。遅いよ、見ないことした。遅いよ、何してるんだよ。おっと、しかしマックス村井ここは踏ん張った。あ、しかし聡明なら信号、これがきつい。ちょっとほら、さあこれどうなる、どうだ。最後の勝負だ。負けましたマックス村井。なんだこの男、手加減したけどごめんなさいとか言ったぞ。おめでとう、シールを一枚やろう。いやあなた好きな人の選びなさいよ。高田の方は全部もらっちゃったんです。え、あ本当に、だったらこれが一番我々の手持ちが多い。じゃあこれでもらっちゃう。よし、そのわけで1人目、村井さんでございました。2人目おいで、どこだ2人目。
はい、本日2人目でございます。頑張ってまいりましょう。大きな声でこんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。ペンネームどうぞ。サクです。ペンネームはサクさん。どちらからいらっしゃいましたか？まあ、横浜らへんです。横浜らへんからいらっしゃったということで、本日私に勝つ自信はございますか？あんまりないです。あんまりない。じゃあいい勝負しましょう。座りたまえ。これね、村井さんの性格から言ってね、今すげー勝ちたい、勝ちたいっていう気持ちがね、確かに確かに、あの、たぎってると思うんで、ね、ふつふつとね。で、ここに来て、彼はね、今ため息をついていますよ。すごいため息をついて頭を抱えてますよ。で、ここに来てね、さっきの方よりは、はい、なんか自信なさげな方が来たことについて、ね、マックスも内心にやりとした。確かに、ある村井さん、そういうところありますよ、ね、ありますね、はい、そういう大人げないとこ大好きです。はい、大人げない。ちょっと待ってくださいね。早いですね。ちょっと待ってくださいね。ネシカをリーダーに置いてください。ネシデータを確認してみます。こちらのネシカで遊びますか？いや、さすがにね、私も4連敗で帰るわけにはいかんからね。よし、決めた。もう一回お名前何でしたっけ？サクさん。何？え？コスケ、サクさん、パズチャレでアップバンク杯で決勝出てるらしいぞ。あ、お疲れ様でした、村井さん。私も数々のな、難攻不落と言われた降臨を濃厚にしてきた男だから。やばいな、強いな。よくあの激しい大会で決勝に。お兄ちゃんも。よし、お、インドラ。はい、よし、行きましょう。さあ、マックス前、相変わらずプレイヤースキル使わないんですね。何にも使わないで、棒攻めですよ、棒攻め。やっぱりコンボですね。大人の10コンボ狙いかな。使わないですね、あの人。使わないですね。頭に血が上っちゃって、もうコンボのことしか考えられないんでしょうね。盤面しか見てないかもしれないですね。トモくん、あ、やばいね、トモくん、それ。ダメージ不幸。さあ、なぜか交代しないまま攻撃。あー、あれですね。エンドラはちょっと変えた方がいいですけど、一旦攻撃してからっていう感じですかね。うん、で、ちょっとトモくん、ここで変えた方がいいですね、あの、プレシオスさんは。おお、なんでトモくん、ちょっとプレシオスじゃないのを変えた、今。え、何変えた？ああ、そういうことか。さっきからコンボ数はやっぱり乗ってますね。すごいな。ただどうしても青だ。うっきょくうっきょく、それが入ったらいい。あーっ、しかしそれでも一体落ちるねえ。いい勝負したぞ、ハラ。あ、嬉しそう。あー、まずい、まずい、もうまずい。あ、はい、英雄撃たれたらちょっときついっすね。これはまずいですよ。英雄撃たれたらちょっときついっすね。英雄撃たれているので、この少ないダメージしか与えられない。おお。さあ、ダメージ向こうが残っています。マックスプライ、今のは上手かった。さあ、頑張って。ここマックスプライ間に合うか。頑張って。あー、いったん来た。ここでフィニッシュ。今日はさあ、マックス前、ここまでゼロ勝、3回やって3回負けています。マックス村井3敗目。そろそろ本気出していいよというコメント欄ですよ、村井さん。村井さん、封印を解くか。村井さん、左手につけている20キロの重り
取っていいっすよ。そうですね、重り取りましょう。20キロあるからね。重りを20キロある。やばいやばい、サクさんもう一回勝ったからあとは楽しんでいこうとかつぶやいてる。あとは楽しんでやろうとかなんかいろいろブツ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 言ってる。あ、そうですね、こちらのコーナーでマックス村井さんに勝ちますとパズバトの中で称号がもらえます。君に落ち込んという称号がもらえますので、ぜひともパズバトプレイヤーの皆様マックス村井に挑戦しに来てください。負けましたよ。おお、闇人初めて見たぞこのパーティーで。あ、これ本当に遊びに来てんな。ミックスが闇メタ使うの難しいってちょっとこの間言ってましたね。相手が先手必勝。あーっと強い。まだ倍率出てないですよね。ちょっと食らってから闇メタって出るんですよね、倍率。これでもっと強くだ。まだまだ。これあれですよね、光属性と闇属性だからどっちもダメージ2倍になっちゃうんですよね。あ、そういうこと。あ、なんだその11コンボ高いぞ、ちょっとやめろ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 。あ、でも村井さん押してます。難しいな。あ、これはいいかもしれないです。あ、ダメージ。村井さん向こう打たれましたよ。あんまりコンボいらないです。え、向こう村井さんが向こうされたことに気づいていない。いや、このパズルしながら相手がどういうスキルを使ったのかちゃんと視認しないといけないってかなり難しいですね。難しいですよね。いや、ほんと難しいよ、ほんと難しいよ、このゲームは。なんでそういうのは聞こえてるんですか。確かに確かに確かに。いやー、わー、終わりにしよう。やめろ、終わりにしようとか言うんだよ。あ、村井さんね、プレイヤースキルも使えなくなってしまった。インドラ使えるのに、インドラ使えるのに。やめろ、コンボ上手いじゃん、ちょっと。さあ、インドラが使えると言ったところでインドラが落ちてしまった。これではスキルが発動できない。ロングディール。遊んでる。もう少しで、いや、反撃に移る。力を入れる。ちょっとプレイヤースキルずらした。なんか使った。あー、しまーい。楽しかったよ。すごい挑戦者さんの声に聞こえましたよね。最後のセリフ、ね、楽しかったよ。マックス村井さん4連敗。いやー、今日のマックス村井4の0でした。クソ。さあ、じゃあ好きなもの。オーケー。声がね。すいません、メイン MC のマックス村井さん、喋っていただけませんか。一回も勝てなかったの初めてじゃない。4連敗だよこれ。いやー、いやー、でもこの瞬間に終わったら結構評価高そうです。そのだけでパズバト道場のコーナーでした。ありがとうございました。練習の日があってもいいんじゃないですか、村井さんも。これはだんだん挑戦してくる方のレベルもどんどん上がってきてますからね。ちょっと今回の2人はさ、誰が選んだんですか。いや、毎回この会場にいる人の中からじゃんけんとか、うん、挑戦者大体人数多いんでこう絞るわけですよ、うん、その絞る過程で上手い人もそんなに上手くない、まだ慣れてない人もこう平均的にこういるはずいるはずなんだけど、今日は本当に上手かった、うん、強い、上手かった。いや、恐ろしいものを見ました、はい。はい、村井さんカード持って帰りました、自分のは。はい、あ、持って帰りました。はい、大丈夫です。さあ、というわけで、はい、ゲストが来ております。グッズ紹介コーナー行きましょう。はい、呼びます。ドンタイさん、どうもー、こんにちは。全世界のパズドラファンの皆さん、こんにちは。うちダンジョンでーす。拍手。どうも、こんにちは、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、私から、はい、テンション高い、うちダンジョン、テンション高い、はい、うちダンジョンはですね、この勢いでやっておりますので、はい、私から紹介させていただきますのは、この6月末に発売したばかりの新商品ですね。
SD パズドラスイングデラックスゴッドフェスになります。イエーイ、イエーイ。はい、若干ちょっとここが痛いんですけど、はい、紹介してもらいます。はい、こちらの商品ですね、闇メタ、青ソニア、ハク、ベルダンディ、そして芝の珠玉の S キャラをラインナップした全5種類のスイングになります。おー、こちらもそれが入ってるんだ。これこれ、こちらですね。かわいいかわいい、はい、出来がすごくいいんですよこれ。はいはい、そしてですね、特にゴッドフェス戦でゴッドフェス限定の、闇メタ青ソニア、うん、はい、闇メタ青ソニアはぜひゲットしていただきたい一品となっております、うん、はい、はい、でですね、今日ぜひ村井さんにですね、これチャレンジしていただきたいなと。ありがとうございます。チャレンジさせていただきます。村井チャレンジ、はい、100円でもジャラジャラやで、はい、ジャラジャラやで。300円入れてください、ここに。あ、ほんとえ、これ完全にあの、はい、いいのが出るような感じとかでセッティングされてないんで、はい、もう何が出るか分かりません。それがガシャポンの楽しみです。何が出るかな、何が。青ソニアを希望いたします。青ソニア希望。何が。タタラタタ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 。ないでます。ちょっと現代のガチャポンは開け方もなかなか。お、出ました出ました出ました。お、ハクでございます。ハク出たー、イエーイ。ハクいい。俺の嫁。超可愛い。みんなコメント欄でもハクに対しての熱狂がすごかった。ハクが出た。ハクが。ハク超可愛い。可愛い。こちら前段と比べて、これ前段の。こちらに比べて 120% もサイズがアップしてるんですね。あ、微妙にでかい、はい、そうなんです、なのでぜひカバンとかにつけてですね、皆さんパズドラ好きだというところをもう全世界にアピールしてほしいと思っております。素晴らしい、はい、ちなみに私に弾丸まだありますけれども、ま、何人か行っちゃいますか。全然行っていただければ。行ってください行ってください。お願いします。じゃあ僕やります。よっしゃ、行っとけ小助。ほら300円あげよう。これは私からのわずかばかりだから。何狙いですか。俺何狙い、何狙いでいきますか。まあ個人的にはこの流れ唯一異彩を放っている芝が欲しいですね。一、ね、人だけ男性、はい、はい、出た出た。どうでしょう。パラ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 。あー、これはですね、闇メタですね。出たー、いいじゃないですか、闇メタ、いいじゃないですか、闇メタ、はい、やべえ、ほら、リアクション取りづらいですね。まおちゃん、ほら、ぜひ、はい、300円やるよ。やった、行ってみます。はい、まおちゃん、何が欲しいの。私は、ベルダンディと思ってました。あ、いいですね。来い、ガチャリ。タラタタ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 。なんだ。これ現代。それ闇メタじゃないですかまだ。現代のガチャ。カプセルの開け方がわからない。あ、それ横。あ、来た。あ、ハク。おめでとうございます。ハクハク。ハクハク。イエーイ。じゃあ。いいじゃないですか。いいじゃないですか。いいじゃないですか。ありがとうございます。聞いてけ。お小遣い制。お小遣い制です。私の気持ちだ。ありがとうございます。タタラタタ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 タ。ハク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 。まあこういうのも楽しみの一つなんですよ。ハク出すぎじゃないですか。ハク出すぎですね。番組なんである程度調整していいんですよ。うちダンジョン、はい、あ、うちダンジョン行ってみましょう。うちダンジョンやらせてもらいますよ。うちダンジョン行け。はい、パックです。そうですよね、それはもう違うの出ますよね。これ全国のおもちゃ屋さんに置かれるってことですか。はい、そうです。家電量販店、もちろんアップバンクストアにも置かれておりますので、ぜひ行きますよ。なんだろう。タタラタタタタタラタタ。闇メタ。闇メ
大好き、やみえた、もう違うの、出なすぎ、出まあるんです、ちょっと偏りすぎちゃいますあれ大丈夫です、300円やる、中条 D は中条 D は出るかな、2種類しかない2種類しかないガチャ、やばい、ご主入りだぞ、ご主入りだぞ、タタララタタタタララタタタタ、出た、出ました、あ、違うの出たっぽい、なんだろう、お楽しみ、お楽しみ、出た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 、うかつにも、うかつにも、あ、これはアントニア出た、よかった、ありがとう、やっぱ、よかった、かわいい、ペアですからね、はい、はい、じゃあおさりいただいて、ありがとうございます、ちょっと結構すごいハイテンションですね、あ、そうですかね、結構普段からこんな感じなんですけども、息が切れてきました。仕事中もこれかぶってやってます。横から見たら結構そうですね。これちょっと徐々に徐々に性能良くなってきて、絶対それ今日初めて作りましたよね。はい、いや違います。これ普段からこれつけてます。嘘でしょ。これ邪魔だねってよく言われるんですけど、あとこう耳穴開いてないんでね、これ全然聞きづらい。はい、じゃあ告知、はい、をお願いいたします。はい、今ご紹介しましたこちらです。SD パズドラスイングデラックスゴッドフェス戦。全国の、家電量販店と、もちろん先ほども言いましたが、アップバンクストアで好評発売中ですので、ぜひお買い上げください。何回でもチャレンジしていただいて構いません。あ、もう発売中、はい、もうあります、こちらもお借りしてますんで、はい、はい、売り切れ必須ですので、ぜひ皆さん何回もチャレンジしていただければと思います。はい、はい、今上に出ていますリンク、クリックしていただければ詳細が見れますので、こちら、ご参照ください。はい、はい、じゃあ以上でございます。ありがとうございました。はい、そんなわけでゲスト、内田さんでございました。イエーイ、はい、失礼しました。内田さん、ありがとう、ありがとう、内田さん、ありがとう、内田さん、さよなら、内田さん。さあ、どんどん紹介していきます。結構すごいキャラだったな、キャラこれさん、はい、じゃあスタンバイされている方がいらっしゃいますので、はい、了解でございます。じゃあ順番を変えまして、本日紹介するの何点かあるのですけれども、パズドラ屋からパズドラにゴルフ靴が登場ということで、登場、キャディバッグを紹介いたします。おお、こちらの5月31日のガーフェスで初出しされたゴルフバッグですね。持つと、私が持つとこの大きさがよくわかると思うんですけど、結構でかい、モデルさん、フルセット入ります。さらにですね、フルセット入ります。なんとこれは靴も入る形でした。じゃん、ここに靴が入ります。靴が入ります。そうなんです、このバッグは靴も入ります。なおかつネームプレートは玉空です。ここにね、名前をね書くんですけど、ゴルフの時にネームプレートの裏も玉空です。きっといい感じのネームが、サイドのガチャドラもすごくない？で、そうなんですよ、すごい。さらにですね、さらにじゃん、おお、すごいな。ここにもそこの部分にそんな隠しエンブレム、ロゴ、はい、これも入ってたか、すごい、これは細かいですね。そうなんですよ、凝ってんな。いっぱいポケットがあるんで、ティーを入れたりボールを入れたりするのも全然です。こうツアー仕様というか、プロ仕様のサイズなので、てか、でかいね。はい、かなり色しっかりしてて、クラブも壊れる心配もありません。玉ドラがいっぱいで可愛いです。男性も女性もぜひご購入ください。はい、こちらがですね、11月の上旬お届け予定で発売されております。今、はい、上の方にリンク出てます。どうぞお買い求めください。ちなみに5月31日のガンフェスでの発表からですね、売れております。実際に売れてますか？売れております。お、何の商品です？あとヘッドカバー、テレビの横にございます。あ、テレビの横ですか？あ、そこにあった。これはなんとかわいい。これ1番ウッドしかないんですかね？ドライバー用しかないんですかね？1とだけ書いてあります。1種類だけかな。ちょっとドライバー用の、はい、ヘッドカバーのみとなります。羽がかわいいね。これできっとあなたの飛距離も伸びるはずです。覚醒しますかね？はい、あなたの飛距離も覚醒します。あ、逆それながら言ってる。カモン。はい、以上です。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。
ちなみにこちらなんですけれども、アップバンクスター新宿で展示が実際のものございますので、うん、現物を見たい、触ってみたいという方はアップバンクスター新宿にお越しいただいても大丈夫です。これ邪魔なんで、順番に発表していきます。グッズ紹介コーナーです。パズドラヤよりということで TCG 今週もカード発表していきます。はい、こちらは7月17日発売予定の、ブースターの第3弾収録のものです。ラ進化いたしまして太陽神ラ、うんうん、闇の方に進化して暗黒太陽神ラ、かっけー。こちらいずれもブースターの第3弾でございます。でここから可愛くいきます。ドンイエローカーバンクル、ふわふわついてる。進化してトパーズカーバンクル、すごい張り替えてる、うん、お、これすげえいい表情してる。サンライトカーバンクル、うんうんうん、どうしようか、はい。先ほどのこちらカーバンクルシリーズ、アズマシーさん、こちらのラーシリーズ、メイマルイヌチオさんのデザインでございます。はい、第3弾のブースターパックで、最後がこちら宝石竜オリハルコ、こちら、うん、サスケさん、あ、どうぞら、キスケさんキスケさん、イラストレーターさんですね。どうぞ皆様、パズドラの TCG をお買い求めください。で、あと2点ご紹介です。アップバンクスターからの紹介なんですが、先月かな、発表されてから非常に売れております。アニソン専用というコンセプトで作られて大ヒットしたイヤホンが、大ヒットに大ヒットを重ね、限定、数量限定カラーが販売されたという、これは数量限定カラーでございます。なんかちょっとこの組み合わせが、あの一目見ただけで、うん、あのカラーリングですけれども、タイトルは明かせないというふうに、実際の資料にも書かれています。あ、そうなんですね。こちらがですね、数量が3000本限定ということで、どうぞお買い求めください、うんうんうん、アニソンを聴くようにチューニングされているイヤホンでございます。で、最後がちょっと、あの箱がちょっと適当な箱なんですけれども、あの私が現在使ってます、あのマックスフライバンパー、これのカラー違いのマミルトンバンパー、5S 用でございますけれども、こちらが、先日ニコ生で発表した際にシリアル付きのものが発売されてましたけれども、そちら全て売り切れまして、現状シリアル付きじゃない、一般版、はい、通常販売版発売が開始となっております。再販を、ね、望まれる声が非常に多かったんですけれども、今回はもうシリアル付きは二度と出ないんですけれども、シリアルが入っていないバージョン、標準版でございます。どうぞ皆様お買い求めください。 5S 版のケースです。はい、以上グッズ紹介コーナーでございました。で、番組後半戦いきたいと思います。コスケの DM コーナーです、はい、どうぞ。はい、どうぞ。あ、ごめん、落ちた。ハゲ分身してました。あーっと、それはん、あれ、フリーズしてるから。それはそうですね。画面が撮れてない。それちょっとフリージングし、ケーブルも来たし、コスケ様はいつから分身の術が扱えるようになったんですか。結構生まれつきです、体質ですね。あ、そうなんだ。はい、結構母親に謝れました。ごめんね、こういう体質に産んじゃって大丈夫かな。気づいたら分身の術しちゃうねって、はい、ちょっと今回はちょっと遊び心で覚醒カリンをですね使っていきたいなと思います。軽減できるんでね、敵の攻撃を。はい、でリーダースキルと、水キー闇ですね、三属性で、まあ、火力は結構若干、物足りないっちゃ物足りないんですが、覚醒もないんでね、属性強化もないですし、まあでも遊べるんじゃないかということでいいかなって。よしよし。で、敵の攻撃が全然痛くないと思うので、多分ね、痛くないの。いや、痛くないと思いますよ。で、コンボで、まあ、こっちかな。あー強い、会いたくない。おー全然痛くない。会いたくない。音はでもすごいよ。音だけです。え、今スキルためモードに入ったってこと。いや、そうです。
焼いたくない。え、全然いいね。全然これ平気だね。何パーゲンなの？パーゲンですね。コメント。何パーゲンなの、カリンちゃん。カリンカリンで。いや、初めてこれ使う、覚醒系リーダーで使ったから軽減率わかんないですよね。 50% ぐらい減らしいです。強っ。 51%。 やめて。よし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 。あ、うん、よしで。とまあこのぐらい強いです。当倍でも倒しちゃうぐらい。いや、それは HP が削れてただけだろ。当倍で倒す関係ないだろ、今のところは。すいません、ふざけました。でもってまあ闇が降ってくるだろうということで、はい、降ってきませんでした。いや、結構これ勝てんのかな。3割減、3割減、だいたい 50% 減。3割減、3割減、だいたい 50% 減。あだす、まあ、色もね、しっかり決めないといけないんで。だいどのぐらい効くかな。あ、結構強くない。わー、強い。めっちゃ強い。結構強いじゃん。全然強い。あ、これね、読む必要あるかどうかわかんないですけど、コメントでよし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 、行くぞっていうコメントが来ました。それね、私もね、さっき完全にスルーしたコメントです。で、これやっぱ読まない方が正解。読む必要性はそこまでなかったような気が。あ、マヨですか、失礼いたしました。で、色が残念ながらまた同じ人から、いいよいいよ、松本いいよってコメントがあるんですよ。ちょっと。ちゃっちゃかやります。カリンは3色必須でしたっけ。はい、3色必須です。まあね、村井さんのやつで尺がまたかかると思うんで早めにやりたいんですけど。ナイスコンボ、ナイス落とせ。なになに、落とせない、ナイス落ち込む。あれなんですよね、やつがいるじゃない、わだって。あの、あいつ、まあいいや、名前忘れた。誰、何だったっけあいつ。次のやつ、そう、海幸、海幸、うんうん、あいつが気球臭持ってるんで若干タイムロスしちゃうんですよね。ただね、あの、安心信頼 の、 あの半減かな、ダメージ軽減のおかげで3回の意義受けれるんですよ。はあ、うん、なあ、もうこのチューンっていう音もほんとね、悲しくなるわ。そこそこ効くでしょ。あー、オッケー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 。全然効いてる、全然効いてる、うん、で、一旦ドロップ処理してお邪魔を、水作ってもらって、はー、攻撃します。4秒パズルにしたら今日結構組めてない。すごい。え、4秒パズルなのこれ。はい、あ、覚醒無効、覚醒無効、はい、覚醒無効ダンジョン、すごいな。4秒って一番短いんですね。そうですね、なんもないで、で、まあ盤面調整しながらですね、多分ここで、うん、待って、これ受けれる、いや、受けれると思う、多分受けてほしいよね。受けれてほしい。水の目覚め発動。ちょっと心ちゃんみたいな。誰の、誰の、あなたですよ。違う、違う、違うしっつって、そういう喋り方してないです。そうです、そうです、すいませんです。
あ、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、そう、いや、そういうんじゃないから、ごめん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 、これ許して許して許して、バカにするから。あ、いや、これね、これ実はね、もうここまで来ると3回の髭受けれないんで、そうですね、なるほど、ちょ、回復ちゃんと来てね、よしよし、ああ、もうこれで、おー、問答無用、これで落とすしかないですね。いやー、しくったな、水バルいらなかったわ。あー、突破、ちょっとまずいっすね。いや、これ大丈夫なんですけど、回復がない、うん、そう、回復がね、ないんすよ、回復がね、いい具合に来てくれなくて、なしてかな。これ完全にまずいやつじゃね。いや、まだ受けれるんでいいんですけど、回復が1個しかない、うん、徐々にダメージが近くなってるやつですね。すごい、よし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 、いい、ハート持ち込む、うまい、おお、あ、抜いた、よかったー、母ちゃん上がった、よし、ということで4コンボ以上組もうね、三色陣での戦いです。あれ、5コンボ以上じゃない、そうです、うん、それそれ、気をつけてや、わかった、うん、よ、え、止まって、あ、ちなみに新しいカリンを今使ってたらヘイストがかかってた、もしかして、そうです、かかります、ただ、あんまりもう追う意味がないので、あの、ちゃっちゃかやろう、ちょっと村井さんの降臨、いや、そんな気使ってもらわんでも大丈夫やで、いや、でも毎回そうなんで大丈夫です、もう村井さんの降臨をね、みんな待ってると思うんで、そうだな、はい、おー、すげえ、半分以上削った、はい、あざす、関係ないです、関係ない、水止めダメ、水止め、オーケー、よかった、変なとこ消されたら切れそうなの、本当に、いや、だってそうでしょ、だって2個ポンって持ってかれるの分にはいいけど、でもこれちょっと数微妙だよね、水のね、4、3、4、もう一回使うか、もったいない、なんて贅沢な使い方、まあ、でもそれでもっと少ないの引いたらとんでもないからやめとこう、そうそう、もっと少なくなっちゃうかもしんない、じゃあ倒すわ、まあ、こんなもんでええでしょ、さあ、ライスコンボ、全然目覚めた、よっしゃ、いい目覚め、いや、はい、ということで覚醒カリンでの和田摘み五輪でございました、よく安定しましたね、いい、ありがとうございました、面白いパーティー、全然安定してた、ね、はい、すげえな、やっぱすごいですね、どんなパーティー使ってもコスケさんさすがですね、公認、さあ、ここまで番組の中で、番組の中で順調にパスが回ってきましたよ、松村さん、うん、ここから2時間、ここから2時間、それはない、はい、大丈夫でしょうか、画面ください、うん、見たところ前回プレイされたのとあまり変わりのない、これだいぶ違いますよ、だいぶ違う、前回との差はどんなところですか、水を捨ててるあたり、水を捨ててるっていうのとこいつを入れました、前回、私が挑んだ時のその降臨戦でのパーティーはこいつの代わりにティラノスの究極進化あった、あのエンハー持ちのティラノス、アームドティラノスかな、がおりますが、水をパスッと捨てまして入れ替えました、
爆炎竜アームドティラノスかな。じゃあ五炎竜アームドティラノスをチェンジ。でこの子は先日私の元に舞い降りた子なんですけれども、アンケの時にスキル上げ来てましたよね。これの読み方わかります皆さん。シュガー波動の編纂でいいのかな。あ、スキル名ね、スキル 名、これ難しい。なん煙幕じゃないですか。え、編纂シュガー波動の編纂わかんない、才学わかんない。シュガー波動の編纂、編纂、編纂です。はい、このパーティーで挑みたいと思います。参ります。ゼロインフィニティ降臨挑戦。雨降ってる、雨が降ってるな、うん、今日の天気みたい。皆さん水ダメですからね、気をつけてくださいね。4色あ、そうかそうか、水は意味がないんだ、入ってないから怖いね。参ります。ここから行きます。水は意味がない、うん、水は意味がない。水は意味がない。さあバトルワン通過しましょう。ナイスバトル。私め今回全力でいきますよ。随所随所でね、カンニングもしながら食らえるな。よし参ります。こちらから、いや、こっちからいきます。ん、光決めてない。え、光決めてない。あ、大丈夫です。 OK OK。 スキルを貯める必要ってどれぐらいありましたっけ。あったような、なかったような。まあでも、まあでもこのパーティーだったら全力で貯まりますね。はい、貯まるんで、既存の数的にも貯まると思うんで、まああんまりスキルダメのことは考えなくていいんじゃないですか。あら、これ闇吸収。はい、これどうするんですか。闇以外で倍率でも光がないから。いやまあ普通にいきます。うん、押し通しにいきます。はい、参ります。で真ん中をターゲットしてください皆さん。 OK。 多分火で抜けるんですよ、うん、あの以前挑戦した時も意外とこれで、うん、よし、いいですね。プラス、プラスで、あえて闇で処理しちゃってもいいですし、回復しながらスキルを貯めちゃってもいいですし、それが嫌だなっていうのも突破してもいいですし、で貯めようかな、いや突破しようかな、突破しちゃいます。要するに言うほど突破するほどのこの色の感じでもないな。8400、水を処理しつつ火と、光当たり消します。参ります。なので突破する方向で、突破しなければよかったかな、火が盤面になさすぎるこの盤面に。さあバトル4、私こいつ初めてだ。アン&メアリー、アンケットバスケリヒメね。普通に攻撃いきますすね。はい、 99% ダメージ、ハート残しときたいね。参ります。ハート残しとこう。あー中途半端だけど、これでいこう。落としで消えてるって結果落としで消えてる、まあまあまあよくあることです。わー、この 99% ダメージは私は知っていました。どや村井さん、それで倒したらいいですけど、今のところその何のドヤにもならないような気がするんですけど。いい表情でしたね。いや村井さん、いい部下を持ちましたね。あの上司に対して、それは間違ってるよとちゃんと言ってくれるいい部下じゃないですか
だって4色決めたら倍率が16倍出ますっていうことを私は知ってましたってドヤ顔言われても困るでしょ。データ出てるんだからさ。さあいいですよ、コスケ君ちょっとエンジンかかってきましたよ。え？そうやろ？うん。よかった。ズバリハートを2コンボ入れながらパズルします。ズバリ参ります。はい。ダーッ、ナイスポーズ。落ち込んだハート、素晴らしい。さあ行こう。これハート3分割でしたね、今ね、うん、結果素晴らしい。なんとおそらく撃破。おー、最後バトル、うまい。ファイト。ファイって聞こえたの。ゲーム、ファイト。集中してください。集中してください。これあれだな、選手中な、うん、よし参ります。はい。おー、水処理うまー。悪くないだろう。水処理うまー。ありがとう。水がないことを感じさせないですね。素晴らしい、本当に。バトル6、普通に行くだけでええやん。普通に行きまーす。ん？おお、うまい。コメントできましたよ、まおちゃん、おだて上手だった。村井さん、今最後あの水消してて木消してなかったんですよね。でも最後やべってなって戻って木でセーフってなったんです。よく気づいたね。気づきましたよ。やばい、これ村田、これ出てねえってすげえ途中焦った。水しか、水いってると思って、最後まとめに行ってすげえ、いやすげえ危ねえと思ってここは食らえるんだっけ、食らえないんだっけ。ダメです。日寄ってる場合はベジットソード使ってもいい。日寄らないでください。日寄ってる場合には。ただいい具合に、あ、木も遠い。木は落としにすればいいです。うん、木は落としにします。まさにコスケが言う通り、防御18万、レベル30のベジット18万出てた。2体攻撃入れれば突破します。大丈夫です、信じる。はい、信じてください。ベジット信じてください。これレベル上がりやすいですよ。ベジット信じます、参ります。はい、木が出てきたらいいですね。お、いい、いいですね。それでいこう。あー、さらに、あ、行ったでしょ。余裕だ、余裕余裕。さあパズルも乗ってきましたよ皆さん。素晴らしい、いいですね。両方ね、属性的にもね、良かったし、火と光が出てきて良かったですね。さすが、ベジットソードですかね。うん、ベジットソードですかね。ここ真ん中ターゲットでベジットソードを打っていいと思います。どうぞどうぞ。ベジットソードノーカラーだから。はい、ベジットソード、イエス、ベジットソード参ります。スーパーベジットソード発動。はい、あれ、うん、村井さん、ターゲット今ちょっと真ん中ターゲット言ってましたよね。うん、コウスケさん真ん中ターゲット言ってた気がする。まあまあ10万くらいね、村井さんだったら合ってないようなもんだと思いますから、うんうん、はい、全然構いません。さあ、マックス村井が番組用の演出をかましてきた。これはいらない演出だ。ただ村井さん、ここはターゲット真ん中にちゃんとしておいてくださいね。あー、すごかった。いいんですよ、慣れてます。こういうことにも参ります。いいっすね、ナイスパズル。水処理、じゃんけん。お、来た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 、いい、いいっすね。スコンもいい。いいっすね、いいダメージ。これはいいですね、流れが来た。これ勝ちますか、今日は。すんなりとね。まだ、いや、まだここまで遊びですから、このダンジョン。ね、ボスだけですよ。そうだ、その通りだ。私が言いたかったことはそういうことだ。
乗っていくスタイル。勝ったつもりなんだ。コウスケさんに乗っていくスタイル。参ります。はい。いいですね、ナイスコンボ。水が多いね。光がないな。はい。いやでも次は基本的に2ターンかな、確かこれ。マイナス2ターン、とにかくコンボを組めればいいんで、6コンボ以上。6コンボ連続で、6コンボ2ターン連続で組んであげて、ベジット層でさようならでいいんで。はい。だコンボすることが大事なんだ。状態上向こう打たれたっけ、この子。状態上向こうとか、でもベジット層では劣るよね。大丈夫です。6コンボ組んでください。6コンボ。はい、6コンボの鬼になってください。意外と6コンボってなんか難しいんですよね。頑張ってください。公認ですよね。さっき4秒でも僕6コンボ組んでましたよ。マックスぐらいって言ったら公認の中でも最弱と呼ばれたプレイヤーだ。自ら言っていくスタイル。なんでこういう時になって15の最弱って言うんですか。こういう時に限ってそれ言うの卑怯っすよ。いくぞ。6コンボだ、参ります。はい、ここからいきます。いきます。また何かが違う。いや大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。はい、大丈夫じゃないですね。だーそー、全然大丈夫じゃなかった。やばびっくりした。ひどいやつ。私がびっくりしたわ。1秒減ります。なんでこんなにパズルできてねえんだって思った。超焦った。いやすごいすごい。これまた6コンボ。6コンボです。さらに減ってですね。操作時間1秒減って6コンボです。操作時間減っての6コンボ。でもね、長いんで大丈夫です。本気で本気でいきましょう。本気で俺に本気を出させるか。今日2回目ですね。3回目ぐらいかな。パズルの勉強のパズルのお時間です。皆さんパズルを考えましょう。私ね、どこから行こうかな。右、左上の光から行こうかな。ハートを組みつつ、一番左端でハートを組みつつ下降りて、はい、まあ、木と水を組んで3コンボ。こっちの端で闇組んで4コンボ。光組んで5コンボ。あともう一個。火。あの辺。うん、あの辺。で6コンボ。ハート、水と木、端で闇、光、真ん中の方で火、6コンボ。1秒短いですからね。1秒短い。はい。参ります、はい、ここからいきます。ロックコンボ。おー、いやロックコンボ難しいな。いいんだな、スーパーベジットソング。はい、どうぞ行ってらっしゃいませ。スーパーベジットソード発動。進化前ゼログインフィニティは進化。来た。カグラーって言ってるんだよな。これ1ターン目はとりあえずお殴りになっていただいて、で、あれってインドラのタイミングっていつだったっけ。覚えてない、全然覚えてない。私あの日以降ゼログインフィニティやってない。僕も最初とりあえずスキルレベル最大の分作っ確保してもういいやっつってもう回んなくなったんですけど。インドラ今か。ナウ？インドラナウ？あ、そうだ、次バイン
今か。バインド？ランダムでモンスターを見た。ナウナウナウ。凍てつく波動誘発？それあかんくない？凍てつく波動。あれ？でもこれバインド対策ないぞこのバージョン。ない。え、じゃあそしたらよっぽど。インドラを使ったら解除来る。解除が来て。あーなるほどね。そしたら半分手前まで頑張って削りたいから、この瞬間だとですねちょうど色もあるし、インドラ使って、ディノライダー使って、で次のターン盤面に水がたくさんあることを祈って、ソーソー&ソニアグランでさようなら。あ、できた、勝ち筋できた、2ターン撃破。よし、ただ軽減さえ食らってるから 75% 軽減されてるからダメなんですよね。ダメじゃん。せやで、せやで、火が火に変わって回復が火に変わる、火が火に変わって回復が火に変わる。まあでも確かにインドラバインドされたら終わるんで、まあとりあえずインドラでいいんじゃないですかね。インドラライダーでいいんじゃない、この番組インドライダーいきます、ね、インドライダーでいいんじゃない。インドライダー使って削れますかね。 75% 減だけど、インドラで盤面調整、次ディノ、ディノ使ってもう一旦受けれる、大丈夫、なんかよく分かってないんだよ、うん、ライダー使う、もうインドラでいいんじゃないですか。インドラで参りましょう。英雄の守り発動で、盤面調整するにしても結構美味しいんだよねこの感じ。設置すればいいんじゃないですか。私は調整してる余裕ってあるんですかこれ。はい、次バインド解除来て、バインドじゃない、あのこの状態上解除が来て、うん、防御ね、防御解除、ね、はい、でディノライダーで 75% がその減るなくなるんで、うん、で頑張るって感じでしょうね。その後頑張る、はい、いやでもいい流れじゃないですか、一発でこの勝ち図に乗れるとか、さすが村井さん、すごい。おい、なんだ片付けてんだ、なんで終わってねえぞまだ。え、片付けるなよ、まだ早いぞそれ、気早いぞ。え、あ、そうっすね、はい、じゃあ行きましょう。聖地の自信がないんですよ私は、聖地を普段そんなにしないので。あ、じゃあ聖地じゃなくて、かといって4つ消しをガンガン入れたいと考えると、333とかの聖地は上か下で2段ずつぐらいしとく。今この瞬間だとどう聖地しますかこれ。水を1個ぐらい消しとけばいいんじゃないかぐらい。水を消しながらなんですけど、それじゃ甘い、もったいない。いや、もったいなくはないんですけど、この瞬間4つ消しが2個で、じゃないですか、うん、作れるのって、うん、あのジノライダーを使った時に、うん、はい、まあ、なんで44-2で2個余ってるんで、まあ、せめて443ぐらいで消せればいいかなと思うんで、でその4つ消しを今この瞬間作れそうなのは左の盾と、ね、でもう一つってなってくるわけじゃないですか、うん、だからそのスペース作りですね、どこに作るのかっていうのを考えながら、キドロップとかをちょっと避けるとか寄せるとかで、水を1個消すぐらいでいいと思うんですけど、まあ水を5個でもいいですけど、あの降ってこなかったらあれですからね、はい、どこがいいかですね。こういうその一旦余裕があるっていう時にできる努力、できる頑張れる努力っていうのはまあそのぐらい。水を5個消ししちゃってもいいですか。あ、違う、水を全消しで許してもらっていいですか。そしたらですね、せめてなんですけど、うんうん、この辺の木を持ってここに木を置いておくとこれだけでできるじゃないですか。あ、はいはい、ここに木を着地させると次ディノライダー作るっていう使うって分かってるんで。なるほどね、なるほどね、とかここにできるとかで、あと変な話、ここをこうしてこうプロテインシェイカー、ここから縦入ってで、ここ5個消しにして寄せるとかでもいいですし、そしたらもう下できた瞬間、使った瞬間に4つ消しができてるんで。確かに。コスケさんすいません、プロテインシェイカーが赤ドロップに見えるんでどかしていただけませんか。プロテインシェイカー、わー、おい、うわいや、こんなにさ、時間かかると思ってなかったからさ毎度のことで本当に皆さんすいません。よいしょ。緊張感ありますね。危ねえな、今の危ねえな。村井さん、なんかわざとじゃないです。月一の降臨とかとか出しますよね、結構これ出します
参ります。水を消しつつ木をまとめるぐらいのパズルでいきます。はい、いきます。これぐらいで、まあ、あ、そうですね、うん、そうですね、我慢、よし、いいよ、これよし、ここからディノライダーかまします、参ります。あ、待って、これ、待ってくれ、これこれワンパンできんじゃないか。え、ディノも使っちゃってだから、グランさんも行きます。え、全開放とかでもいいんじゃない、下手したら水、結局関係ないでしょ、木と火と闇と光4色。ただすっげースペースないですけど大丈夫ですかこれ。ディノライダーを使った瞬間にすっげーカツカツな盤面になりますよ。まあでもいいですけど、一回使ってみてからそこから考えましょう、はい、ディノライダー参ります。ダブルドロップ展開ヒーキー、まずどうで、4つ消し作りたいのにすごいなんか窮屈なんですよ。だから443ですね、これも作るなら。444はちょっときついですね。すっ、あー、そっか、木もちゃんと消さないと倍率がかからないんだな、はい、これはスーパー窮屈だな、この盤面。ここに来てね、水を入れていなかったことが。そうっすね。444まで行きたいよね。4444にできればそれはもちろんベストなんですけど、左上のあの L の形がですね、どうも僕は本番のなんていうか1回目のなんか変な消し方になっちゃったやつを想起させるんですよ、非常に。なるほどね。だから、まあんまり無理しない方がいいんじゃねえかなって思っちゃうのは僕だけ。さあ、皆さん、ソニアグランは使いますか。グラン使いたい、この絶好の盤面で。じゃあ、いいんじゃないですか。俺の出場者、パズル&ドラゴン発動。もう後戻りはできんぞ。このスキル使った時のマックスの勝率 100% なんじゃないですか。お、嘘。あ、ごめん、適当に言った。あー、これむずい。まあでもいけそうですね、村井さんなら。ですね、インドラの下の木を持ってスタートしようかなと思っております。本当は闇で2コンボ入れたいんですけど、闇で2コンボはちょっと個人的には諦めてるかな。いや、いけるか、闇で2コンボいけるか。この木を起点として上行ってこう回転してここで火を4つ作って、上で火を4つ作りつつ、作れねえか、あれ見え方違うかな。できれば右の縦に火を4つ消し置きたいですね。右の縦、はい、右の縦に4つ消しにしたいんで、できればた方が多分左盤面で水火の4つ消しつつ、左下の処理が多分楽になると思います。火の44したくない。444ですよ。444の、4つ消しの3分割ですね。上で繋がってるからさ、縦で4作って4作って、あー、なるほど。4つがさ、上でこうできないよね、微妙に組めないよね。そうですね。まあ、ソニアグランがいる段階でパズルが長いからいかようにでもなるでしょっていう話もなくはないんですけど、はい、そんな甘い世界でもないじゃない。ないじゃないっすな。なくはないけどね、なくないこともないけれども、この一発勝負でできるかって言ったらちょっと不安じゃん。まあできないこともあるじゃんみたいな、はい、そうじゃん、うん、でも勝つじゃん。
勝てばいいじゃん。もう勝てば勝つんだよ、はい、勝てばいいじゃん。とりあえず私の考えてるやつでいきます。はい、お願いします。参ります。多分パズルの秒数余ると思うんですけれども許してください。いきます。違う、あれ違う。いやでも合ってる合ってる合ってます合ってます。あこれは落としになってない。あーやっべー。あーざわどこにずれてしまった。クソ、石回線とか言われてる、ちくしょう。あーなんでここでここで村井さん、これ負けじゃん。負けじゃん。悲しみ。威嚇は効かないですけど、ちょっと全力でかましていいですか。これだけ引っ張ってしまって、この結果非常に私お粗末で恥ずかしい。シュガ波動の編さん発動。参ります。なかったらってすごい今思っちゃったんですよ。いやマジね、超喜んだ、うん、何これ、みんなで超喜んだら。ラストパズル参ります。うまい、うまいよ。あーうまいよ、うまい、うまい。うわー倒せてた。いやあの過去と、ま、お全く同じパターンでやられてしまいましたね。見たことあったやつ、うん、でもこっちの方がなんか勝率高そうですね。こっちの方が前のパーティーよりも全然勝率高そうですね。適切なパズルができれば適切なパズルができれば、まあ最後やっぱり火が多すぎたんですかね。何かがきっとチカチカしてしまったんですね。皆さんね、ソニアグランとかああいう捜査委員長を使うときは、どこで何を作るとかというか最終形をちゃんと想像してからスタートするといいかなと思います。さあ村井さん、すごいコメントいっぱい来てます。再放送をやめてもらえないですかというのと、村井さん今日何も勝ってないと。あ5005歳です。MC のメイン MC のマックスさん、だから番組タイトルは頑張れってついてるんだよ。応援だ、マックスさん応援する番組。じゃああれですね、おまけ放送で僕がやりますか、同じような編成で。おお、同じような編成でやってやってくれよ。はい、てか全く同じ編成でいいかな。やります。毎週もうすでに1ヶ月以上続いてきてますか。はい、プレミアム会員の方かつ、PC で閲覧の方限定で番組終了後に、アンケートが終了した後に、おまけ放送をやっております。コスケが全く同じパーティーで挑むということなので、皆さんもぜひとも応援してやってください。すごいいいコメント来ましたよ。次回から放送タイトルを本当に頑張れマックスに本当に頑張れマックス。はい、はい、エンディングでございます。来週の投稿テーマをどうぞ発表ください。はい、来週は赤色のみでイラストが赤色のみでモンスターを描こう。お真っ赤だけです。真っ赤にちなんだモンスターでもいいですし、なんかすごいな今日のね、あの切り絵みたいな感じで2色で何かモンスターを表現していただいたりとか、
あとは、まあ、あの逆に手書きもね、赤だけでもいろんな表現ができると思いますので、赤っぽいっていうか単色でやる人じゃないです。赤、うん、赤みたいな、うん、赤系統、赤系統何色も使っても全然 OK です。 OK です。はい、で投稿が久しぶりにパズドラクイズを募集します。はい、ちょっとむず、最近だとですね、非常にモンスターも増え、氷も増え、でも我々のプレイ日数も増えなので、ちょっと難しめ、ちょっと難しめですね。超むずいのやめて、俺もわかんねえからちょっとだけ難しいの、ブレさんこれわかるかなぐらいののを、投稿していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、お待ちしてます。皆様の投稿お待ちしております。この後の番組の告知もいたします。本日も、引き続き22時から、チャンネルモードございます。ぜひともお付き合いくださいませ。あとは今週木曜日金曜日2日間かけて、先週告知をさせていただいたのですが、我々自転車で箱根を越えようとしていましたしていました。 V からいきましょうか。はい、1分間の V ございます。どうぞご覧ください。皆さんこんにちは。こんにちは。2014年我々は富士山を登りましたが、2015年、夏に何をするのか。今年はですね、我々自転車で2日間生放送しながら北海道に行きます。すげー面白いよ。あ、書いてある、ケーブルって書いてある。急に決まったことだから何も決まってないんだよね。無謀なことに挑戦すること言ってしまったんじゃない。人間は絶対に天候には勝てない。これ一体どういうことですか？ですね、大変申し訳ございません。今回の企画、2日間かけて相当な距離を走るということで、事前の練習であったりとか関係者が非常に多い放送でございまして、宿の手配であったりとかロケ地の確保であったりとか、もろもろの事前許諾であったりとか、警察署に行って道路交通法を勉強したりであったりとか、本当にたくさんの時間とたくさんの予算とたくさんのいろんなものが動いていたんですけれども、雨には勝てないということで、自転車素人の私がですね、初めてロードレーサーに乗って箱根の標高 800m をね、ビン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 こう上りはいいけど下りはもう下手したら死ぬだろうということで、本日のまさに朝でございます。全国の地図をですね、広げながら、週間天気予報を見たところ、北海道だけが晴れていました。北海道と一部の東北だけが晴れていました。で、日程の確保の都合上ですね、もう今回走らなければ次回走れるの9月ぐらいになりそうなんで、もう行こうということで急遽、北海道にロケ地を変えさせていただきました。もうこれに関して吸ったもんだですよ。本当に吸ったもんだですよ。この時間にピタの P が来ていないというのはもう吸ったもんだ、今彼がやっているからです。大変でございます。彼はこの土日ロケハンで箱根行きましたからね。あまさに、昨日一昨日のレベルでロケハンをしていた。電波状況を全部のその道順をこう、はいはい、コースで確認して、じゃあロケハンはどうなるのって言ったので、まあそれは雨を恨んでくださいと突き放しておきました。いや、天気ばっかりはさすがにね、どうしようもない。はい、そして4月9日の翌日、これ一体何ですか？はい、翌日はですね、当初箱根だと2日間の予定で放送を組んでまして、自転車の予定だったんですけれども、今回初日の放送でもうコースというか、大体どこからどこまで走るかっていうのを発表しちゃうんですけれども、小樽から初日ですよ、小樽から羊蹄山約80キロのコースを走ります。で、もうゴールらしいゴールにたどり着いちゃうので、2日目は自転車で走りません。内容を急遽変更いたしました。何なんですか？何も決まっておりません。番組タイトルもですね、ぜひご覧いただきたいんですけれども、マックス村井のスーパー何も決めていない生放送これは本当に何も決めてません。これから企画を練ることもあえてせずに、もう生放送の限界を突破すると。はい、限界を突破。本当にスーパー何も決めてませんし、決める時間もないし、
もっと言ってですね、あの水曜日の午後には我々あの北海道行っちゃいますんで、あの関係者一度集まって話す機会も一回もございません。そんなわけで本当に天気を恨めと、人を恨むな天気を恨めということなんですけれども、箱根諦めて今週は目的で、北海道に行きます。で、もう一個追加で発表しましょうか。北海道、いや、これはチャンネル放送だったでしょ、なんでもないです。なんでもございません、はい、皆さんはチャンネル放送もお楽しみください、皆さんも応援ください、はい、が、以上告知です。以上かな、大丈夫かな、はい、はい、そんなわけで今週後半大変盛りだくさんな週なんですけれども、あ、もうそれ告知OKだ、おお、もう一番組告知いたします、もう一番組告知いたします。日時7月16日10日後ですね、7月16日木曜日、こちらチャンネル放送なんですけれども、木曜日の夜8時からかな、8時開演、番組タイトル名、ヒカキン VS マックス未来嫌いな食べ物当て対決。うわそれなんかいわゆるあれ、それいわゆるあれですよね、ゆな、お、お、嫌いな食べ物を当てる対決だ。おお、ご品ぐらい料理が並んでいて、あ、なんかお、すぐみんなイメージできたな。最終的にもう全部大好物ばかりだ。なるほど。最終的に色紙に相手が嫌いだなって思う食べ物を書いて、書いて見せる、実食するっていう、そういう番組です。実食まで、はい、なるほど、うん、というね、なんとヒカキンさんをゲストに迎えて、はいはい、ひそかから放送いたします。いや、豪華なひそか放送、素晴らしい。しかもこれ、同じ木曜日ですね。あ、何言ってるのか全然よくわからないけど、何の話、はい、わかりました。じゃあ、そんな感じで番組を、番組を締めてください。はい、そんなわけで、今週も来週も盛りだくさんでございます。7月始まったばかりですので、引き続き楽しんでまいりましょう。本日は以上です。また来週、さよなら。